はい、ナビキです、ね、今回は、ストップ&ゴークランキングについて説明します。まあね、通常こうクランクベイトだとただ投げて巻いて投げて巻いて、ね、まあ、それだけで釣りをしている人が多いんじゃないかなと。まあ、まずクランクベイトがね有効なタイミングって1年の中でどういう時かっていうと、まずプリスポーニング、ね、あるタイミングだよね。であとはポストからアーリーサマーにかけてのスクーリング、群れでこう動く時期、あとは例えば夏のディープクランキングであったり、今この秋のタイミング、もうシャロー表層からディープまでバスがすごい散ってる、でカバーとかシェードにもつかなくなる、でそうすると普通こうカバー打ちで釣れなくなっちゃう、あれバスいないのかなと、うん、思ってしまうんですが、そういう時にこうクランキングやると、面白いように釣れるっていう、それが秋の秋イコールクランクってよく言われる理由だよね。まずはね、このどんな状況の時にこのストップ&ゴーが釣れるのかっていうと、ね、当然ねバスにやる気がなくて、タラ巻きではねバスが追いつけない、あとはこうこれから冬に向けて水温がどんどん落ちてくるとなおさらバスがね、泳ぐ力がなくなって、ポーズ中じゃないとバイトしない、追いつけないっていうのもあるよね。あとはね、例えばワカサギとかシラウオとか、あとエビみたいね、決してこう泳ぐ力とか泳ぐスピードが速くないベイトをセレクティブに食べてる時なんかも、巻いてきた動作で寄せてでも止めた時にバスが、あとはねそういうベイトフィッシュって結構中層で止まってる時が多いんだよね。瀕死の状態もあれば休んでるとか、だからこそ止めるアクションっていうのはものすごい、まあ、そんな感じでね、ストップ&ゴークランキングっていうのはそういう状況でやります。であとはね、湖のタイプで言ったらマーディーウォーターでもいいし、こういうねリザーバーもしくは自然湖のクリアウォーター、クリアウォーターでこそ、有効かな、ただまあ自分はね先週例えばね八郎潟に行ってきて、でそう、まあ、八郎潟といえば基本水が濁っている、ね、そこでねこのタイニーブリッジシリーズを使って、ストップ&ゴークランキングでね、まあわや、ね、トップ8、まあ、ちょっと残念ながら一番のビッグフィッシャーね船べりでバラしたんだけど、まあでもかなり数もサイズもね、釣れたのがその方法です。であとは例えば去年の11月の波カップね、利根川の支流長門証言川であって、でまあ3本の合計のね長さでトップとはわずか1センチ差で2位だった。でその時もね、あのタイニーブリッツ DR、を使ったでボトムもしくはカバーに当たった時のストッパーストップでバイトがある、なんでマーディーでもいいしクリアでもいいしっていうね、まあベイトの種類であったり、あとは追いつけないようにね、もしくはマーディーすぎてもやっぱりバスが、ね、ルアーを追いつけないから止めてあげることでバスがルアーの目に視界に近い状、ね、ポジションでルアーが止まってくれるからその間に来る、そういうバイトチャンスを膨らますこともできるよね。はい、そのねストップ&ゴークランキングで、一番ね自分がこう出番が多いのがここにあるタイニーブリッツシリーズです、で、まあ、まずタックルなんですが、こういうちょっとベイトフィネス寄りのね、もちろんベイトタックルがドンピシャではあるんだけど、まあスピニングタックルであるとか、あとはアベレージクラスのねウェイトを投げるようなベイトリールでもね十分投げれるような、ウェイトはあります、ボリュームなんてね、であとラインは、まあ、大体8ポンドから14ポンドぐらい、ねまあ、10ポンドから12ポンドぐらいが、ど真ん中の場合が多いけどね、例えばここにある SR は、水深30センチから1メーターぐらいをね、狙うときに使います。なんで仮に水深5メーターあったとしてもバスが表層50センチ1メーターにサスペンド浮いてるようなときはこの SR が出番になるし、まあ、MR であればね、1メーター 1.5、まあ、2メーターぐらいまでの中層とか、ね、時に音もしくはカバー時に当てて止める、そんな時に使うね、あとはまあタイニーシリーズであれば 1.5 から、ね、あんまフルキャストでやるっていうよりはちょっとキャスト刻んでカバーとか狙ってる、ね、際を正確に、ね、トレールしたいトレースしたいから、ね、そういうね、オープンウォーターでロングキャストする場合は3メーター近くまでやるけど、そうじゃない狙い方においては 1.5 から2メーターぐらいの、ね、中心になるよね。まあカラーセレクションなんですが、当然こう水がね綺麗で、まあ、晴れてる、
ね、ベイトフィッシュパターンだったらこういうゴースト系とかね、ちょっとアピール力強めたいときはこういうフラッシュともなる、うん、カラーだよね。でまあマディになればこういうチャート系が主流なんですが、まあでもマディでもね、自分はちょっとこうベイトフィッシュを意識したような白系とか、うん、がこのタフな時でも食わせるとね、有効でね。だからまあ先週の八郎型ね、残存庫本庫の水のマディなところではこの色を使ってね、連発したしね、水の綺麗なクリーク支流の中においてはこのからね連発しましたね。利根川ね、長門証言であればね、こういうカラーがね基準になって、濁ってるローライトだったらこういう、うん、でも利根川でもね、住んでるような時はこのカラーが一番いい実は、うん、人が流した後とか一見マディなんだけど、マディのウォーターに見えるけど、でもこういうカラーがね、自分一人だけ連れるワームに近いようなね、透け感があるから、でもワーム以上にね、バスを寄せる力がある。で見させたらね、ワームみたいでバクッと高確率で開いてる、そんなカラーセレクションで ね、ちょっと使い方、引き方をやってみると、投げてで、まあ3回ぐらい巻いて取る、そのね、こうで時にちょんちょんと、でこの止めてる時に浮き上がるスピードが速すぎてもダメなんだよね。ボトムノックもしくは突起のカバーに当たって、で止めた時にすぐプカッだと、まあ、ハイシーズンの、ね、超カバー濃い中を寝掛かりなく引くクランキングにはハイフロートって言うんだけど、でタフタイムにバスをバイトさせる間を作らせる、ストップアンドゴークランキングにおいてはプカッと速く浮きすぎるクランクっていうのは、ね、チャンスをロスする。ね、浮くスピードとか浮く力があまりもないと、ね、今度カバーに当たった時に浮いてくれないんで、もう寝掛かり地獄になってしまう。まあ中層をねするような時はね、もちろんスローフローティングよりの方がいいんで、ね、ただカバー周りとかボトムノックだよっていう時は、まあギリギリのカバー回避スピードがありながらもあんま速く浮きすぎない、そういう意味で言ったらこのタイニー DR っていうのはもうベスト、まあ全てに言えるんですかね。まあ SR 系はね、すごいこうヒラ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 、全てに言えるのはアクションがワイドすぎずね、ややタイトめな、でもほんまなんかこう魚っぽく、うん、で泳ぎ出し盛り、固定重心、ハニカムね、うん、まあこだわってます。ここにある MR、 まあ MR はね、もちろん、ね、中層を1メーター2メーターぐらいを引いて止める、あとはやっぱり長いリップのおかげで、ね、ボトムであったり、あとは寝掛かり しやすそうな、普通ダウンショットだったらダウンショットシンカーが挟まっちゃうよ、ね、そういうリップラップとかでも、ね、石に当ててスローフローティングさせて、その間にバイトさせる、そういう使い方もいいよね。まああと DR、まあ、これにおいては、まあ、中層、ね、シャッドライクに、ね、でも寝掛かりしにくいシャッド、うん、って感じで中層を引いてもいいんですけど、あとはカバー周りとか、あとはボトムに当たった時にこう斜めに浮き上がったり、ね、軌道がこうずれてしまわない、基本まっすぐで多くの砂煙を出せる、で砂煙を出したと、ね、瞬間止める、また出して砂煙を出して止める、そのね誘いは、スーパーです。でまああとですね、タイニーブリッツのねボリューム感と形状なんですが、まあノーマルブリッツ痛い と、あとねブリッツマックス、うん、に対してこれが小さいよね、うん、であと形状はまあ、セミフラット、うん、丸でもないし、HPF クランクのような完全フラットでもない、うん、でもある程度こうねボトムに当たった時とか、もしくはリトリーブを止めてちょっとこうロールするような時にフラッシング、もしくはヒラヒラトゥイッチさせた時なんで、そのフラッシングとかでね魚もねリアクションバイトできるようなセミフラットボディね、こだわってデザインしてきました、ね、まあブリッツシリーズこうあるんですけど、まあ、タイニーがあって、であとはノーマルのシャローでね、もう MR と例えばマックスなんかはもうかなりシャローカバーの回避能力が高くて浮き上がるスピードも速い、で何より引っかからない、まあ、日本のそういうねカバーレイク、あとはアメリカ
のバスプロからめっちゃ人気があります。アメリカってね、本当日本以上にもスタンプフィードとか石だらけ、ね、流木だらけ、中をクランキングで攻めることが多いんで、まあこの2つは特に使いやすいです。あとはね、ノーマルブリッツにおいても浮き上がるスピードもそれなりに速い、でフックをちょっと大きくしても十分、ね、カバーを回避してくれるんですね、スピードを持ってる。あとはね、まあリップの形状、大きさとかね、あとは姿勢だよね、まあクランクベイトで大事なのはね、寝がかりしないこと、なんで、例えばね、ミノープラグとか ね、あとはまあその中間というのはシャッド、特に水平姿勢で泳ぐようなミノーはすぐもうね、こういうフロントフックが引っかかるよね、でそれがまだね、シャッドでもね、ショートリップのシャッドじゃなくてちょっとリップの長いハイカットぐらいになるとやや前傾、もしくは仮に水平に近くてもリップの長さでカバーをガードしてくれるからいいんだけど、まあね、細身とかあとはショートリップになるとね、まあクランクベイトにおいてね、姿勢が水平とかね、頭下がりでバイト率がどうこうっていうのはあんまり関係なくて、まあ何よりも、こうボトムになりこう突起してるカバーに当たった時にリップが十分フロントフックをガードしてくれるのか、もしくはね、リップの角度とか長さがフロントフックをガードせずこう引っかかっちゃう、それがすごい重要です。なんでまあ OSP の、クランクベイトは、その辺ね、カバー回避能力、あとはフロントフックが、ね、ボトムカバーを捉えないっていう、そのね、位置とかにもすごいこだわってます。まあそんな感じで、ね、普段投げてるクランクベイトもどんな狙いでこれ作ってんのかなっていうのを意識しながらね、釣りをしてみるとより魚も釣れるようになるし、ルアーフィッシングが面白くなります。ぜひトライしてください。